就国民ーーの,の皆さんにもっとあの発信力が足らなかったかなと、えー、少しあの肉声で語れなんていうことをいろいろ新聞なども言われてますのでさらに菅総理はいろんな機会に積極的に私の考え方を伝えたいと強調しました。 これまで菅総理に対し政府・与党内からも何をしたいのかわからないなどの批判が出ていました。